ボツリオ国家スブラウニーは、光合成によって、炭化水素を生成することで注目される緑層の一種。まだよくわかっていないことも多く、分類についても研究者によって諸説ある。2015年6月8日、神戸大学、株式会社 IHI、千歳研究所の3法人が共同で、鹿児島県鹿児島市七津島の屋外大規模、培養設備において、 高速増殖型ボツリオコッカスの1500平方メートル規模での野外大規模培養に成功したと発表。2017年11月6日、IHI と神戸大学、NEDO が単位1万平方メートル規模のプラントを開設し、育てたボツリオコッカスブラウニーから油を抽出し、航空燃料を作る実験を実施すると発表。2018年12月3日、 IHI と昭和シェル石油がソウル由来バイオジェット燃料供給体制構築を目的とした検討を開始したと発表。IHI と昭和シェル石油は国際規格 AS t ィームの適合確認やソウル由来のバイオジェット燃料の製造から出荷航空機への給油体制の構築に至るまでの課題と対策を検証する。2020年6月28日 IHI と NEDO は、ボツリオコッカスから、航空機向けバイオ燃料を生産する技術が、航空用代替ジェット燃料に関する国際規格、ASTMD7566 アネックス7を、取得したと発表した。神戸大学公式サイト、高速増殖型ボツリオコッカスの野外、大規模培養に成功 AB、総類で作る、ジェット燃料、IHI が、タイで実証へ、 スマートジャパン、IT メディア、2018年12月21日、閲覧。コーポレーション、IHI、NEDO、バイオジェット燃料生産技術開発事業の、パイロットスケール試験設備の整備を、タイで着手。その他2017年度ニュース株式会社、IHI。株式会社 IHI、2018年12月21日、閲覧。もっから、 ジェット燃料を製造。IHI などタイで試験設備。日本経済新聞電子版。日本経済新聞社。2018年12月21日閲覧。AB、IHI、総類由来バイオジェット燃料の商用化に向け、供給体制構築の検討を開始。Nifty News。2018年12月21日、閲覧。AB、IHI、 バイオジェット燃料供給体制省シ,シェルト検討。日韓工業新聞電子版。日韓工業新聞。2018年12月21日閲覧。NEDO と IHI 微細層類のバイオジェット燃料で国際企画取得。環境ビジネスオンライン。2020年12月10日閲覧。バイオ燃料、新潮流環境破壊を教訓に。毎日新聞。 オリジナルの2009年7月20日時点におけるアーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュアーカイブイズスラッシュ2 0 9 0 7 2 0 0 1 3 6 1 4スラッシュ h t t p ology, ive, News, 2009, 02, 20 m y n i c h j p ライフエコロジーアーカイブニュース 200902292002ddm016040012000 CHTML2009 年9月5日閲覧。ありがとうございます。